はい、どうもどうも、カズワンでございます。そしたら、84階層のキャラクターエピソード、アスナ編でございます。じゃあ、これ最後はな。最後ですね。昼の間に83層の景色のいい場所へアスナを連れて行こう、ということなので。83層ね、83層。なので、アスナをパーティーに入れて、景色のいい場所、ここかな。行けば、開始でございます。この辺りって、なんかいい感じだよね。そう。ログハウスなんて建てればいい感じなんだよね、って。ねえ、キリト君。ここってどこかに似てると思わない？22階層のあそこだろって。森と湖の22層、俺たちの家があった場所だよな。そう思って、実はもうログハウスを用意してあるんだ。すごいっしょ？早いっしょ？準備万端っしょ？って。俺たちの新しい思い出の場所だ。キリト君、嬉しい！ありがとう！これがとって行きのサプライズってやつね。喜んでくれてよかったと。この家、入ってもいいの？もちろんもちろん。プレイヤーズホームだ。いいだろう。もちろん早速中を見てみようぜ。すっごい、私たちの家にあった家具と同じものが揃ってる。うん、レア家具はさすがにないけど、でもこれだけでも十分昔の家に戻ってきたみたい。いやー、喜んでくれて嬉しいね。こっちもエギルに昔の部屋に置いてあった家具を教えたことは教えたが、ここまで完璧に再現してくれるとはさすがだな。一体どれだけ高くついたのか考えたくないな。窓から見える景色も落ち着く感じだし、うん、そっか、ここが私たちの新しいマイホームなんだね、うん、キッチンってどうなっているんだろう。調味料とかまた揃え直さないとな。アスナに気に入ってもらえたみたいだ。別の部屋も見て回りたいだろうし、俺はしばらくゆっくりしているか。うむ、いい感じだ、いい感じ。はしゃいで見て回ってたら疲れちゃった。ちょっと休憩。さすがですね。でも素敵な家だね。これからは攻略の合間にちょくちょく帰ってこようっと。あ、俺もそうするよって。多分みんなもここに通うようになるんじゃないかな。考えてみれば前の家にいられたのもほんの数週間だけだったんだよね。今度はもっといろんなことをしよう。二人で思い出作りするんだ。思い出作りかね。え、例えばどんなことかな。そうだな、新婚らしいこととか。新婚らしいってどんなこと。どっか旅行に行くとか。いや、わからないけど。なんでもいいから行ってみて。なんでもいいって。そうだな、裸エプロンとか。それは違うと思うぞ、キリト。おい。あ、いや、ごめん、口が滑った。もう脳内妄想が激しいやつやな、こいつは。まんざらでもない感じかな。よ。あ、はい、ごめんなさい、忘れてください、すみませんでしたって、ね、もう、いいよって言ったの。いいんかい。今なんて。だから、その、キリト君が見たいなら、裸エプロンしてあげる。2回も言わせないでよ。本当にいいのか。言ってみるもんだな、これ。まだ目を開けたらダメだからね。もうそこまで来たら一緒だと思うけどな。装備変更にどうしてこんなそんなに時間がかかるんだ。心の整備っていうやつだろ。心気持ちの整理、気持ちの整理がついてないんだよ。うーん、やっぱりこれやめよっか。え、本気だったのみたいな。いや、普通に見たいんですけど。そうなの。本当にキリト君見たいの？見たいです。おかしいです、キリト君、おかしいです。こんなこと言いません。わかった、笑わないでね。ふん。おおって。キリトが変じゃないかな。まあ、確かに変ではないな。うん、変ではないと思う。いや、なんというか、組み合わせによってこれほどの威力が出る装備品だったとは。着てみたものの、どうすればいいんだろう、これ。そのまま料理するとか。料理？失敗しそうっていうね。無理！まあ、無理でしょう。そりゃ無理でしょう。恥ずかしかったよ。お疲れ様でした。もう少し見ていきたかった気もするけど、これ、あれ以上調子に乗っていたら本気で怒られそうだ。ん？指輪が？ん？なんじゃ？変化したわ。指輪の色が変わった。今度は緑だ。段階が進んだってこと？
まさか今のあれで、まさかあれ、まさか裸エプロンがキーだったとは。そんなわけないでしょ。絶対違うよな。二人で思い出を作った場所って意味が思い出の地ってことなんじゃない？ああ、多分そうだな。なるほど、ここで思い出を作ったからその場でクエストが進んだのか。まさか裸エプロンでイベント進行だなんて。キリト君早く忘れてね。まあでもあれは忘れられねえな。儀式の指輪緑色を手に入れました。よし、進んだな。イベントが進んだ。俺とアスナの新しい家がある。景色も最高の場所だ。アスナも気に入ってくれたし、やっぱエゲルにログハウスを頼んでよかった。だってさーってことだよな。ちょっと一回アクソフィア戻るか。多分これで全部終わったと思うから、うん、オッケーだな。いやーまあ西もいいもん、いいもんが見れましたな。オッケー、84層のキャライベント全部終了でございますな。何やったっけこれか。祝ログハウスだけど、エブロン恥ずかしかったよ。男の子だからしょうがないのかな。それとログハウスありがとう、キリト君大好きです。まとなりにいまーすってね。はい、というわけで、はい、なんですか。はい、84層のキャラエピソード、アスナ編でございました。お疲れ様でした。はい、どうもどうも、カズさんでございます。そしたら、多分ね、このエゲルに話しかけると、アスナのイベントが起きるんじゃないかなーって思ってます。うん。多分ね、多分。行きましょう。おう、キリトじゃねえか。ちょうどいいところに来たな。お、なんや、エゲル。すまないが、急用思い出した、今日はこれで。おい、待て待て悪い話じゃねえって。うん、多分いい話ではないなと思って、すぐに立ち去ろうとしたな。いい装備品が入荷してるんだよ。それも、訳ありで格安と来た。お、いいじゃないか。話だけは聞こう。格安と聞いて。そう、これくちゃ。装備品ってのは、この服だ。お？ほう。ちょっと派手めな服だが、性能は悪くなさそうだなっていうか、シノンが着てる服に似てるな。これなら、76層以降でも十分に実用に耐えるんじゃないか。それがな、この服、ペアルックなんだ。ほう、ペアルック。そんなものがこの世界に存在したのか。ああ。しかも男女ペアで身につけないと、本来の性能を発揮できないらしい。それはハードルが高いな。そう思うだろう。だから、この女性の少ない SAO でこの服を男女ペアで着用できるようなやつは、そりゃもう大変な過保物ってことだ。過保物なんだかトゲのある言い方だな。キリト、お前せっかくこの服を有効活用できる境遇にあるんだ、ありがたくもらっとけよ。安くしとくぜ。ほぼほぼ押し売りやないかこれ。いや、いいよ。アスナも困るだろうし。ああ、そういえば、ログハウスの内装は気に入ってもらえたか？その説は大変お世話になりました。ってことは？そうだろう、そうだろう。出血大サービスだったからな。俺とおめえの仲だ。恩なんて感じなくていいんだからよ。言うね。すみません。その袋おいくらでしょうか？押し切られたな、キリト。私にプレゼント？うん。なに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 ？いや、そんなに目をキラキラさせるものじゃないかもしれないけど、まあパッケージをタップしてみろよ。うん。ああ、素敵な服！これペアルック？へえ。ふーん。キリト君こういうの好きなんだ。茶化されてますね。あ、いや、ごめん、困るかなと思ったんだけど。でもでも、キリト君がこんなものをプレゼントしてくれるなんて。うん、ありがとう。本当のことを言えばエギルに押し切られた。ただそれだけってね。まあ喜んでくれたのならよかったかな。これはエギルに感謝だな。ペアルックの服をもらったということで、早速二人でこの服を着てデートに行きましょう。で、デートにまで行くのかって。ペアルックで今から？今からに決まってるじゃない。じゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。これは行かざるを得ないな。もうノリノリですわ、アスナ。お待たせーって、キリト君まだ着ていないの？ああ、ちょっと俺には似合いそうにないから
普段のこの服じゃダメかな。ダメですね。そっか。ペアルックでデートなんて恥ずかしいよね。ごめんね、一人喜んじゃって。あ、いや、エグリに買わされたとはいえ、俺が買ってきたんだよな、ペアルックの服。それを俺が着ないっていうのは、なんでプレゼントしたんだよ、俺。ごめん、アスナ、ちょっとだけ俺恥ずかしがっていただけなんだよ。大丈夫だよ、キリト君。無理しなくても。いや、でもこれは着るな。いや、無理なんかじゃないよ。アスナの喜ぶ顔が見たいからプレゼントしたんだし。キリト君。もう、初めからそう言いなさい。あれってもしかして。先行のアスナと黒の剣士だよね。結婚したって話はあったけど、あんなにラブラブなんだ。ちょっと恥ずかしそうやな、やっぱり。キルト君、そのサンドイッチもう一つ食べる？ああ、いただこうかな。でもなんかここで食べても味とかよくわかんないね。あ、俺もいまいち居心地が良くないなって。私たち目立ちすぎだね。うん、デート場所を間違えたかもしれない。街中でペアルックはやっぱりちょっと恥ずかしいな。そうだね、私もちょっと恥ずかしいかな。うん、でも新鮮だね。こんなデートを SAO でするなんて思わなかったな。俺もそう思う。まあアスナが嬉しいなら俺は満足だよ。本当？じゃあペアルックでそこまでしちゃう？ああ、大胆な。見せつけてくれるよね、さすが夫婦。くそ、爆発しろこのリア充どもめ。いや、リアルじゃないけどよ。まあ、まあ通行人 C はまあ間違ってはないか。サンドイッチのソース口元についてたから。嘘だよ、食べかすなんかつくわけないでしょ。飲み物買ってくるね。言ってしまった。ソースがついているのが嘘ってことは見せつけたかったってことか。まずいアスナが可愛すぎるぞ。それにこの囚人監視の中に一人でいるのは結構辛い。かといってアスナが戻ってきたらますます目立つに決まってるし、今日は一日注目の的だな。でもこのペアルックいいな。いいですね、ペアルックの服手に入れたいけど。マジで。ああ、し、減ったかな。はい、減りましたね。 OK です。というわけでアスナのペアルックのイベントでした。お疲れ様でした。